はい、皆さんこんにちは、こんばんは、清水俊です。今回はこういった、問題で結構物理とかよう出てくるような問題なんですけど、中学数学で出てきます。それではやっていきましょう。はじめですが、これをちょっと変えていきます。この時にまあ両辺に分母を分子に M 倍していきます。そうすると M と M の2乗足す M8 という形で M の2乗足す1と表すことができます。またこの逆数というのは2分の1は M の2乗足す1の M ということが分かりますので、この2つの式を使っていくという形です。でそうすると M はこの時に6を前に出して M の2乗足す1の M足す M の N の2乗足す1引く5という形になります。そうするとこの式というのがこの式なので、はい、T に変わっていきます。またこの式というのがこっちの式になるので、はい、T 分の1を代入していくという形ですね。 M を T を用いて表すという形なので T 分の6足す T 引く5という形で答えはこういう形になるという形ですね。はい、今回の問題ですけど、これを式変形してあとは代入すれば完済できるような問題でした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ。じゃあね。